歌唱県は中華人民共和国三島省、最年史に位置する県。県政府所在地は歌唱街道。1147年、金朝は巨野券及び人情県の一部に歌唱県を新設した。県名は春秋の西道閣林に由来し、吉祥である子より命名された。当初は山東在路に属したが岩頂が成立すると、 三島東西道再年盟された。1279年に丹州に移管、明朝が成立すると1371年に三島不正し、再年盟府の管轄とされた。1385年に、遠州府に移管、さらに新朝が成立すると1735年に、遠州府、再年州、1776年には、再年直霊州とされた。 中華民国が成立すると1913年には三島省大南道の管轄とされた。1928年5月、同政廃止に伴い三島省の直轄とされた。日中戦争が勃発すると中華民国臨時政府の支配地域となり三島省の制度の管轄とされた。しかし、同時期に中国共産党は抗日運動を同築で、 展開、1944年10月に、キロヨ11選書今南弁ン所の下に、歌唱券高日民主政府を設置、1945年に勃発した、国境内戦では11月に、キロヨ3選書、1946年1月には、キロヨ7選書、1946年3月には、キロヨ2選書、同年11月には、キロヨ7選書、 と頻繁な組織変更を受けている。1949年8月、歌唱県は、平原省国際選区の管轄となり、中華人民共和国の成立を迎えた。1952年11月、平原省は医師に伴い、三島省に移管。1953年には、西寧地区に移管されている。 1958年11月、歌唱県は廃止となり、最年市に編入されたが、1962年1月に再設置されている。1983年10月に新設された地球市である最年市に移管され現在に至る。上傍鎮に最年極空港がある。下部に三街道、十二鎮を管轄する。ありがとうございます。